こんにちは、こんばんは、おはようございます、本日はですね、神奈川県に来ております、神奈川県の厚木本厚木駅に全泊して、今からですね、静岡県の沼津に花火大会を見に向かっております、今日が沼津で花火大会、そしてまたその翌日に箱根で花火大会を見るという2日連続花火大会を、予定しております。でですね、まあ沼津の花火大会は規模が相当大きいので、混雑次第ではあまり奥の方まで行かず、まあ、祭りの気分を味わいたいっていう感じで、向かう感じですね。それでは沼津までドライブ楽しみます。で、君がいた夏は遠い夢の中。和食佐藤さんに行きました。こちらで腹ごしらえをしてから向かいます。最近旅の最中にあえてチェーン店に来るっていう行動にハマってますよ。贅沢な行為の一つですね。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかった。チェーン店の安定感といったらないですね。広々とした席でゆっくりと、冷やしたぬきうどんを食うことができました。ゆっくりしていたらもうチェックインの時間やばくなってきたので、このまま直接沼津に向かいます。結構遠いんですよ。あと1時間半ぐらいかかるみたいで、天気もなんか怪しくなってきましたしね。ただもう元気です。楽しみですね。ドライブ楽しみます。あと20分くらいで着きます。ホテルの駐車場がおそらく立体で、この後取れなくなると思うので、この後はいきなり部屋のシーンになると思います。天気良くなってきました。チェックインしました。すごくいいホテルで、すごく良い接客を受けて部屋に入りました。部屋も広いですね。ソファーもあるし、これね、鏡あるんで、鏡さっき反射して撮るのがめんどくさくなったんで、これは鏡ですね。で、景色も、おお、まあちょっとよくわかんないですけど、反対側の、駅の反対側で花火大会が行われるそうなので、こっち側は比較的静かなのかな。逆に良かったです。じゃあゆっくりしようかな。うわー、バーもあるみたいですよ。ホテルに併設されてるバーとかって、萌木の村か、萌木の村に宿泊してから行ってないな。行きたいな。現在4時過ぎなんですが、花火大会が始まるのは7時ぐらいですね。まあ街の探索してもいいんですけど、外暑すぎるんで、それで体力消耗してしまったら嫌なので、ゆっくりしてから、外が涼しくなってから、外行こうかなと思います。ゆっくりします。仮眠をしてたら、6時過ぎました。日が暮れてきましたので、ぼちぼち準備して外向かいますか。それでは花火大会が行われる神奈川まで向かいます。何回も言ってるかもしれないですけど、大混雑してたら奥までは行かないです。一度木更津かどこかの花火大会でも歩けないぐらいのとこ行っちゃって、まあ、思いはしたくないので、今日はもう夏祭りの雰囲気が味わえればいいので、遠くで花火を見ながら、屋台飯が食えたらいいなって思ってます。こっち側は全然人いないですね。静か。合ってるかどうかわかんないですけど、人がみんなこっち向かってるんで、ついてって見てます。合ってんのかな。反対口に来ました。一気に人が増えましたね。もう暑くてダメだ。もうデパートの中で進んできます。ホコ天始まった。いやー、今日はほんと贅沢な夜飯になりますよ。まだ
思ってるよりも人は多くないかな。まあこれより先行ったらもっと混むんだろうけど、モザイクだらけになるなきっと。もう歩くのが困難になってきてるぐらい人が増えてきてます。で、屋台で食べ物買っても食えるスペースがないから、やはり大規模な夏祭りとか花火大会はこれがきついっすね。落ち着けないんすよ。とりあえずジャガバタとザンギを買いました。ただ食える場所がない、そしてもう買うのも困難でしたね。食べる場所を探します。これを食いながら花火見ようかな。見てこれ、もう奥行く気なくすんだよな、マジで。すごい。もう奥行くのきついのでジャガバタ食います。いただきます。始まりました。すごく綺麗ですね。牛串買いました。牛タンと黒毛和牛かな、1本800円というなかなかの金額のものでございます。始まった。すごい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 綺麗。何発打ち上がってんのこれ。めちゃめちゃ綺麗なんだけど、すごい迫力。お腹もある程度満たされてきたので、少し奥へ進んで見てます。もう前は取れない、人が多すぎて。やっと花火が見えた。やっと。先行ければおそらくすげえ綺麗に見えるんでしょうけど、もう歩けないというか進めない。ナイアガラなんか終わったっぽいですね。見てる場所が悪いのか、最後にどでかい花火とかあるのかなと思ったんですけど、ナイアガラ打って最後にちょんちょんちょんって打って終わる感じなのかな。あ、もう人がばらけ始めてるわ。終わりだ、終わり。やっとゆっくり飯が食える。冷めた唐揚げを食べております。いいですね。だんだんこう街が落ち着きを取り戻してますよ。あと少ししたらもう戻ります。花火終わっても屋台が安売りを始めてるので、まだ全然混んでましたね。なので混んでない道を歩いて戻ってます。部屋戻ってきました。暑くて。居酒屋も考えたんですけど、居酒屋も結構混んでて、もうとにかく暑くて戻ってきました。わー、夏祭りこんなもんですよね。やはり大規模な夏祭り花火大会っていうのはこうなかなかゆっくりできない感じですけど、雰囲気はだいぶ味わえた。早めに場所取りしないとやっぱ無理っすね、花火を綺麗な場所で見るっていうのは。ではこのジュースを今からガブ飲みして、シャワー浴びて酒飲みます。5秒でなくなりました。うますぎるベリーデビタミン。それでは先ほど祭りで飲めなかったビールをいただきます。本当に今日は幸せな一日だった。贅沢だ。乾杯。喉乾きすぎてて、もう二口で350が消え失せましたね。
Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear。おはようございます。朝です。眠すぎる。あと8時間は寝たいよ。急いでチェックアウトの準備しないと。味噌汁がうますぎる。マジでこの味噌汁が飲みたいがためにあえて晩酌して二日酔いになってるっていう部分ありますね。はい、それではチェックアウトします。昨日はですね、沼津の花火大会の大規模な花火大会で日曜日だったんですけれども、本日はですね、箱根の芦ノ湖の花火大会で平日です。どれだけ人手の差があるのか非常に楽しみですね。そしてこのホテル三輪さんも非常に良かった。また沼津に来る機会があったら、こちらのホテルに泊まってバーも行ってみたいですね。それでは一旦この沼津編はですね、ここで終わらせていただいて、また次の動画に行きたいと思っております。概要欄 URL より、続きをご覧いただけたら非常に嬉しいです。ではまた続きでお会いしましょう。バイバーイ。足の子ついたんですけど様子がおかしい。絶対おかしい。これ屋台ないし人が少なすぎる。